では今回は、グッドカンパニーのデモ版をプレイするぞ。とってもいい会社のお話なんすかねー。ってことで、ホワイト企業かい？まあ、ホワイトなのかどうかは知らんけど、早速佐藤工務店を開業するぞ。あれ？バッチも参戦するんすね。ふむ。頭が光っておるのは10万ボルトやから、悪い奴が侵入してきたら、電撃を食らわせて追い払うんじゃ。なんだそれ。ちゅうわけで、お偉いさんが来て、何か話してるんじゃが。まずは、社員を雇う必要があるっつけど、この作業台で、何をこしらえるのかの指示も出すみたいっつよ。そんでな、お姉さんや。なんだ？作るもんが決まっても、材料がないんじゃ何もできんからな。そりゃそうじゃのう。じゃから、材料を届けてもらうように手配するんじゃ。もう届いたみたいっつよ。めっちゃ優秀な配達業者なんすねー。それと、出来上がったもんをどこに置くのか指示しておかんと、社員がぼったってるだけになるさかい、気をつけるんじゃぞ。あとは、パレットに積まれた完成品を出荷するんすね。おうよ。これで基本的な流れができたんじゃが、ここの棒グラフを見てもらえればわかるように、青いのが材料の入荷で、オレンジが出荷となるんじゃが、マックスに達すれば。おっとー、所持金が増えたっつねー。そいで、さらなる上級品を作って出荷すれば、売り上げも右肩上がりじゃ。いかにうまく、自動化して収入を増やすかが鍵なんすね。ふむ。これでうまい飯が食えるぞ。腹が減ってたのかよ。